インとサイン単純版がどうも聞かれず、今回はこちらのゲーム、デトロイトビカムヒューマンやっていきたいと思います。体験版なんですけどもね、ミンゴスがね、SSG で、やったゲームで、ちょっと見てて、うわ、面白そうと思って、自分もね、やろうかなと思います。どんなゲームかと言いましたら、なんかこうね、人間とアンドロイドが共存する世界で、まあ、そのね、人間とアンドロイドの、お互いの関係性を描いたドラマみたいなアドベンチャーゲームらしいんですよ。なんか選択肢が出るみたいな感じで、だからまあね、ギャルゲーをやり尽くした俺ならちゃんとした選択肢を一発で見抜けてゴールとかあるのかな、よくわかんないんですけど、まあちょっとねやっていきたいと思います。最初からプレイ。どうも。なんだ、難易度あるの？難易度ってどういうこと？カジュアルはシンプルな操作でストーリーを楽しむモード、難易度も低めに設定されて、キャラクターが、キャラクター死亡するの？あれ、これ何？アドベンチャーの選択肢選ぶやつじゃないのかな？操作が複雑になるが、没入感が高いモード、難易度も高く、失敗すればキャラクターが死ぬ可能性があります。それはもちろんね、やっぱり死ななきゃ面白くないでしょうか。これでいきます。よろしければ、はいを。はいを打ちます。あれ、俺が思ってるゲームじゃないのかな。アクションゲーム性もあるのかな、もしかして。お、 PM8 時29分。こいつは手癖が悪いな。あ、違う、すごい、すげえ、何のことできんだこいつ。 あ、これアンドロイドっぽいね。70階とか。俺ね、そう、エレベーターね、高いところ無理なんだよね。怖くない？70階とか。交渉人が到着。俺交渉人なのね。交渉人が到着。あ、動かせるよ、もう。結構綺麗じゃん。これで動かせんの？やばくね？どこ行くんだろう。交渉人でーす。ま、真下みたいなもん？ミニスティックでアクションを実行する。実行？これ？あ、はい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 。これで？なんだなんだ。え、すごくね？何これ？ジョン・フィリップス。キャロライン・フィリップス、エマ・フィリップスね。これいちいち覚えなきゃダメなのかな。戻そう。よし。え、ミニスティックをなんかさ、ちょっとクイッてやる感じで戻したりするんだ。面白。なんか泣いてるよ。大丈夫？あの子を助けてください。おお、これあれかな、なんとかフィリップス。違う、なんだっけ。もう名前忘れちゃったんだ。そんなのダメよ。なんでなんで。あ、あ、やっぱりあれか、アンドロイドはまだ信用されてないってこと？マジかよ、ふざけんなよ、あのババアマジで。俺が助けてやるってのに、お前の娘を。え、なに、ちょっと待って。意外と難しいよ。アーニュー長押しして任務を確認しよう。アラン隊長を探す。オッケーオッケー、アラン隊長あそこにいるやつ。え、意外とすごくねこれ。なにこれ。アラン隊長はどいつ？こいつか。アラン隊長、やってまいりました。アラン隊長。アラン隊長。アラン隊長。私はコナー。コナー。サイバーライフのアンドロイドです。やべやべやべ。あ、ここもあれじゃん。制御不能だ。アンドロイドだからってなんか迫害されてる感じがする。だが奴を撃てばバルコニーから落ちて。マジかよ。悲しいぜ、せっかく来たのに。待って。なんだ、どういうこと？停止行動。やべやべ、話がよく分からなかった。変異体の。様子がおかしかったという報告はありましたか？変異体はどうですか？どうでもいいだろう。交渉するには情報が必要です。悲しすぎるだろう。交渉するには、ああ、一応彼の名前。彼の名前は？いいか。うん。子供を救うことだけ考える。おお。お前があのアンドロイドを止められなきゃ。ああ。俺が始末をつける。悲しいな。悲しすぎるな。なんか今下がっちゃったよ。ダメなの？下がったら。どうしよう。え、何これ。手段を問わず人質を救い出すか、現場の状況を見るか。こっちに行けってことかな。え、難しいな。分析する。こうか、分析してみよう。ミニスティックで、何これ、すごくね。これで分析した。あ、長押して分析すんのね。分析したよ。9ミリの銃弾と、どういうこと？あー、あとここか。はいはいはい。MS853 を再現。
何再現って。え？あ、はい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 。こうやって再現して。どういうこと？ん？変異体は土親の銃を使った。え、すごいなんか難しいね、ちょっと。これで、はい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 。変異体は銃を持ってるっていうことを知るっていう感じかな。すごいね、でもなんかすごい画期的。あ、あ、まあ、死んでるじゃん、もう。大丈夫？分析しよう。よし、これを。はいはい、これでどう？死亡は、アントニー！アントニーなんで死んじゃったんだよ、マジで。そしてこれやると土不妊、あ、待って、ごめん、わかんなかった。発砲は一発のみ。はいはい、一発の発砲でやられちゃったってこと？あった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 、これだ。あー、銃創ね。はいはい、9ミリだ。さっき調べたもんね、9ミリって。あ、これで再現しようって。撃たれたところを再現するのね。面白え。何これ。あー、そうか、こうやった方がいいのか。こうやって近づいていって、で、バーン、バーンって撃たれた。悲しいぜ。ここか。多分ここら辺、ここだと思う。あ、これか。あ、武器があそこにあるか。はい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 、はい。オッケーだ。これで、わかったぞ。武器があそこに落ちてる。から、あの武器を、あれ、どうやって取るんだろう。オッケー。すごいね。なかなかなんかないよね、こういうゲーム。俺がやったことないだけかもしれないけど。こうやってなんで武器を仕入れ、あれ？え？なんで？お、なんでなんで、びっくりした。これ何これ？あ、なになに？あそこにいるの？ちょっと待って待って待って。あ、そうか。もうこれ結構緊迫としてんのね。ごめんね、なんだっけこいつ、マイケルだっけ。マイケルごめんね。助けられなくて。やばい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 。え、なんか他にもないのかな。なんか 50% じゃ足りなくね。なんかわかんないけど、いいのかな。あ、なんかここにも死んでるよ、人。こいつこいつこいつも分析しよう。これは、あ、お父さんかな。お父さんっぽいね。ジョン・フィリップス。そう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 、お父さんだ、お父さんだ。いや、かわいそうだろう、子供。だって、目の前にお父さん殺されたってことでしょ？マジ許せねえな。これでもさ、なんかさ、難易度、ハードとかのさ、意味があるの？よくわからないけど。はい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 。致命的な外傷。あとここ？よし、これで、どう？再現しよう。これで再現しよう。悲しい再現になりそうだけどな。あー、はいはいはい。これで、父親は何かを持ってた。なんだろう、あれは。それで後ろから撃たれた感じなのかな。で、後ろから、はっ！って振り返ったら、バーンって撃たれましたと。それ今なんか飛んでったね。あそこに飛んでったよ。はいはいはい。オッケー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 。なんか事件がどんどん真相が分かってくるって感じで。面白いね。面白くないこれ。何これ。で、これ拾うの。オッケー。タッチパネルをスワイプして、タッチパネルをスワイプする。 OK。 アンドロイド、あー、はい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 、分かってきたよ。お手伝いロボだったんじゃないの。お手伝いロボが暴走したってことなんじゃない。それで今この男の人は買い替えようとしてた的な感じかな。もういいかな。60何パーセントでいけるかな。これでも早くしないとダメとかなのかな。お、なんかあるよ。なにこれ。ドワーフグラミー。助けよう。助けようぜ。よいしょ。助けよう。いいことした。これでなんかあれかな。上がるかな、好感度が。これが何の意味があるかよくわからないけど。
そろそろやばい、そろそろ行く。あ、まだ この部屋ちょっと行ってみよう。この部屋行ってみよう。寝室なんか絶対あるでしょ、さすがにあるだろう。なんかなんもないな。あ、あった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 。聞く。なんだ、どういうこと。あ、そっか、娘は銃声聞こえてなかったのか。じゃあ一応その父親が死んだところは見なかったってことかな。それだったらいいけど。再生しよう。 OK。 待て待て、悲しくなるだろこんなの。これはあれか、アンドロイドか、兵隊ダニエル。何こ、なんか、え、付き合ってんの付き合ってんのと思うよね。え、そういうこと、どういうこと。74まで来たよ。これなんだろう、100までした方がいいのかな。ここだってもうなさそうだもんね。おお、やっちゃったくせえ。おい、何ボケっとしてる。あ、あ、交渉ね、行かなきゃいけないの。時間オーバーってことかな。行くよ。さあこっから、おお、びっくりした、いきなり撃たれたんだけど。どうする、え、どういうこと。近づいたら飛び降りるぞ。待って待って待って、あ、意外と子供ちっちゃいんだな、まだ付き合ってるとかいう話じゃなかったのか。うおうお、大丈夫か。な、名前。やあダニエル。やあダニエル。僕はコナーだ。俺の名前を。他にもいろいろ知っているよ。そう、君は優しい子だよ。はいはい。なんだなんだなんだ。なんで勝手に減ったよ。どうする、どうすればいいの。これちょっと待って待って、わかんないわかんないわかんない。安心させよう。傷つけるつもりはない。うん、傷つけるつもりはないよ。解決策を見つけよう。話す。話すことなんかない。今さらもう遅い。手遅れ。なんでだよ。そんなこと言うなよダニエル。真実を言おう。銃を持ってる。捨てろ。そういうか。あ、そういうこと。ちょっと待って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 。ちょっと待って待って待って。こいつさすがにそれは。おお。ほら。あ、いいねいいね。捨てたよ。これは逆にいいよ。なんだ。エマと君。仲が良かったんだろう。そうだよね。うん。違うよ。何の？どんな嘘？愛されてると思ってた。うん。だけど違う。この子も他のやつだと同じなんだ。待て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 。こんな少女にそんなこと言ってんのかこいつは。もっと現実的になるよ。そうそう。もう逃げ場はない。それにその子はそんなちっちゃいんだよ。うん。調子に乗るな。待て待て待て。俺を怒らせていいのか？いや、よくないね。ごめんなさい。うん、殺かもしれんだ。もうこいつやべえやべえ。聞こえたか。ちょ、待って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 って。撃つ撃つか。どうする。え、どうしよう。これは原因って何。変えられると知って君はショックを受けた。ああ、そういうことか。はい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 。そうなんだろう。そうなんだろう。家族の一員だと思ってた。ああ、大事な存在だって。ゆっくり近づこうぜ、ちょっとずつ。ただのおもちゃ。いらなくなったら捨てられるだけなんだ。そんなことないよ。あの音おかしくなりそうだ。ああ、どうする。アメリカの歌をどこかにやってくれ。どうする。従うか。行きな。かっこいいな。ほら、よし、いけるじゃない。94だぜ。近づくよ、近づくよ、ちょっとずつ。信じろよ。ダニエル、僕を信じてくれ。約束だ。人質を解放すれば君を傷つけたりしない。すごくない。これちょっとずつで自分で近づいてってんだよ。引き上げさせろ。行くよ、ちょっとずつ近づくよ。それも車を用意しろ。街から出たら解放してやる。そんな、どうする。歩み寄ろう。ダニエル、それはできない。できない。ごめん。解放すれば君を撃たないと約束するよ。確かに。行くよ。大丈夫。成功率 99%。 自分は嫌だ。どうする。安心させよう。安心させよう。しない、しない。話をするだけだ。そうだよ。心配はいらないよ。うん、
お願いお願い。わかった。オッケー。君を信じる。え、これ成功じゃね？成功したんじゃない？ありがとう。待てって、ダニエル！なんでそんなことするんだよ。せっかく。嘘をついたらこうだ。やべ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 。罪悪感が半端ねえんだけど。いや、僕嘘ついてないんだけど。ミッション成功。こいつもあれだな。表情一つ変えねえな。すごいな、なんか、ね、選択肢がなんか無限にある気がする。ま、無限は言い過ぎだけど、なんか近づくとか離れるとかさ。え、これで終わり？え、終わり？あ、すごいすごい。え、これ、すごいんじゃない？結構。どうなんだろう？全世界の選択って何？ 30%。どういうこと？ 30% の人がここで選択したってことかな？あ、でもなんかこのさ、一番上が良さそうだよね。絶対そうだよ。多分これ一番上だったらスワットが打たないとかいう選択肢もあるのかな。おお、CM が始まったぞ。あ、これ俺が見たエンドだ。嘘をついたな、コナ。俺に嘘。これ何？このさ、話のさ、結末がさ、最後まで永遠とさ、あれかな、こう、影響するのかな？はいはい。胸で心臓が脈打ち、体に。あ、何？可愛い女の子じゃん。俺な、可愛い女の子を確かやりたかったな。私は生きていると。うん。命かそれとも物か。デトロイト、become human。2038年、デトロイト。おお、AI、機械、アンドロイド。繁栄する都市の光と闇。そして運命が動き出す。生きていく必要はないんだ。3体のアンドロイド、コナー、人としてマーカス、生きていくためにやめなさい。カーラ、一緒に逃げましょう。お願い、あの子を助けてください。またお友達にならない？人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかない。はいはい、アンドロイドの反逆みたいなもんなのかな。あなたの選択と決断が。あ、撃たれることもあんだ。物語を大きく変化させる。自分で撃つエンドもあんのね。人類とアンドロイドを待ち受けるものは愛か正義か自由か。君の役目は人間に奉仕することだろう。物語の結末を決めるのはあなた。待て待て、ふっと面白そうな PV じゃねえか。私たちの物語。5月25日デトロイトビカムヒューマンが発売されますよということでしたね。いや、すごいね、面白そうやんこれ。プレイステーション。めっちゃ宣伝やんと思ったけど、まあこんな感じでミンゴスがねやってたゲームなんで、ちょっと面白そうと思って自分もやりました。久々のねゲーム実況。どうかな。うまくいったかはわからないですけど、また機会があればゲーム実況もやっていきたいと思います。そうしましたら今回はご視聴ありがとうございました。失礼いたします。